このトップ市電は、ウクライナスミ州の都市である、このトップ市内で運行する、路面電車。2020年現在は、このトップスカや路面電車管理会社が所有する。現、ウクライナの都市、このトップに、路面電車を建設する計画は1910年代には、すでに存在していたが、第一次世界大戦の影響で実現せず、第二次世界大戦後に再度計画が持ち上がった際も、 現在の墨州にあたる地域における他の交通計画が優先されていた。そのため、地元の労働者の訴えにより、当時のソビエト連邦が直接計画に携わる形で1949年4月24日から建設が始まり、ヨシフ・スターリンの誕生日に合わせた同年12月21日から営業運転を開始した。開業初期の車両は、 モスクワ市電やキエフ市電の譲渡で賄われた。当初は全長4トル1系統のみの運行であったが、1955年に延伸が行われた後、1956年に第2の路線が運行を開始して、以降は路線の拡張が続き、1975年には4つの系統が運行する路線網が築かれた。 また1970年代から1980年代にかけて一部区間の複線化工事が行われた。車両についても1972年以降、ウスチカタフスキー車両製造工場製の KTM-5 の導入が続き、1980年代の終わりには40両以上が在籍していた。路線網については1987年には、 線路の総延長が二十七キロメートルに拡大した一方、四号線が二号線に吸収され、以降は三つの系統による運行が続いている。ソビート連邦の崩壊後、経済的な混乱やモータリーゼーションの進展の中でもこのトップ市電は営業運転を続けていたが、二千十年代に入ると部品の盗難や放火などの外的要因に加えて賃金の未払いなどの混乱が続き、 2018年には労働者によるストライキによる運行停止という事態も起きた。ただしその後問題が解決されたことで同年中に路面電車の運行が再開している。また、施設の更新費用を削減するため2019年以降は各都市で使用されていた中古車両を譲り受けする形での車両の置き換えを実施している。2020年現在、 このトップ市電は以下の3系統が運行している。車両の位置情報はウェブサイト e ージー w ェイから閲覧可能である。運賃は3振り分野で1ヶ月分の定期券も発行されている。2019年現在、このトップ市電に在籍する車両は22両である。そのうち以下の20両が営業用車両で通常は10両が営業運転に使用されている。過去には 各都市からの中古車両に加え、1986年まで中端にループ線が設置されていなかった3号線には、同年まで、キエフ電気輸送工場製の両運転台車両である、KTV-57 が使用されていた。下記の車両に加えて、キエフ市電で使用されていた、タトラ T3SU のうち20両が2020年以降、 このトップシデンへ無償で譲渡されることが発表されている。ありがとうございます。